はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画をいただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、目の下のたるみをですね、解消していく方法をお届けしたいと思います。はい、まあね、最近僕もね、パソコンを見たりとかですね、デスクワークっていうのが、ね、非常に増えてきました。いろんなね、記事を書いたりとかですね、いろんなそのニュースレターとかですね、作ってるんですけども、そこでですね、まあ、施術以外でもですね、やっぱりデスクワークってあるんですよ。こういう整体しててもですね、いろんなその事務作業っていうのがあってですね、パソコンを使うっていうのが多いんですけども、そこでですね、やっぱ目の下のたるみっていうのが気になるんですよ、僕もね。こう見えてもですね、僕たちもこのセラピストとか治療家の人間っていうのはですね、まあ、人間ですから、どうしてもやっぱ体がね、調子が崩してしまうとか、目の疲れが出てしまうとか、顔がたるむっていうのはあるんですよ。僕たちもロボットじゃないんでね。でもやっぱり、自分が、そういうものをお届けしている、美容健康をお届けを美容や健康をお届けしているのに、自分が顔がたるむとかですね、目の下のね、クマができるとかですね、もうよくないんですよ、それって。できてもできるだけ自分でもですね、やっぱいろんなことをセルフケアとしてお届けして、皆さんにお届けしてるわけなんですよね。だから僕も人一倍、まあ一般の人より比べても僕はですね、美意識も高いですし、老化したくないとか老けたくないとか思ってるんですけども、特にこの目の下のたるみ、ここがですね、僕はですね、本当に嫌なんですよ。コンプレックスに近いぐらいね、悩んでおります。なので、僕も徹底的にね、その顔のシミもそうですけども、それ以外にもこの目の下のここですね、このたるみをたるまないように、この膨らんだりとかね、したくないんですよ。なのでこれをですね、僕はですね、極力、やっております。これをですね、ちょっと今日はね、お届けできたらと思うんですけども、やっぱりね、僕過去の動画でも配信したんですけども、やっぱりこの目の下のたるみができるっていうのはですね、目の使いすぎなんですよね。目の使いすぎだから、このここにですね、こう溜まってくる、疲れが溜まってくるっていうところなんですよ。この上まぶたよりもですね、この下のまぶたの方がやっぱりね、こうたるんだりとか膨らんだりして、見た目をですね、ちょっとこう損なえてしまうというかですね、見た目燃料をこう老けさせてしまうということがあるんで、ぜひ一緒にですね、今日もこの、今から2、3分の動画なんで、ぜひやってほしいと思います。はい、でですね、いつも使っている炭酸性体スプレー、これを使ってみてください。で、顔に1周、2周かけてください。まあ僕の動画ね、通じてもう8分、10分もかからない動画なんでね、よかったらね、1日10分ぐらい僕とですね、お付き合いしていただけたらと思うんですけども。で、このままね、顔にシューッとかけてですね、炭酸ミストが染み込んでいる状態、いつもお話しているものはちょっと割愛しますけども、この時点でですね、血行は良くなります。血液の循環が良くなるというところなんですね。で、最近このまま寒いじゃないですか。寒い時何してますかっていうことなんですけども、お風呂入りますよね。お風呂入るのも結構温まりたいじゃないですか。寒いから、体が寒い、冷たいから、お風呂に入って温まって、あ、ポカポカして気持ちいいなってなるじゃないですか。それと一緒で、血液の循環、血行を良くするっていうところが大事なんですよ。僕はいつもお伝えしているですね、顔は疲れてます。はい、体もそうなんですけど、顔も疲れてるんですよ。で、それをですね、結構皆さんに気づかなさすぎなんですよ。みんなね、歩いて足が痛かったら足疲れてるなと思うんですけど、顔ってあんまり疲れるって出ないんですよね。で、あまりこう人から見られるっていうその視線もあるし、結構こう集中しているから、結構顔って、ね、疲れてるのに、あんまりそういうことをこう気づかない方が非常に多い。なので、僕はですね、この顔の疲れ、顔が疲れていることを考慮してでもですね、こう炭酸をかけて血液の循環を良くしてください。で、ここからなんですけども、この目の下ですね、この目の下、ここをですね、指1本か2本で結構なんで、僕はですね、もうこれです。はい、一番簡単な、最近僕はもう疲れた時にやってるのはこれ。目の下を指2本でですね、左右に20秒ぐらいこう揺らし上げるんですよ。はい、揺らし上げてください。もう両手でも結構ですよ。まあ、片っぽずつでもいいんですけど、僕はですね、もう急いでる場合はもう両手でね、やってください。はい、ほうれい線を消すとかね、顔のたるみを取るときは片方ずつでもいいと思うんですけども、この目の下のね、疲れであったりとか、目の下のたるみを取るときは両手で大丈夫なんで、はい、こういう形で20秒ぐらいやってください。はい、よろしいでしょうか。はい、でこれもね、強く押しちゃダメですよ。強く押したらこう皮膚がね、擦れてしまうんでね、ピタッと押さえて揺らす感じでやってください。はい、でこれが一つで、もう一つはですね、この上です。はい、この眼球、このまぶたをこう閉じると、こう眼球あるじゃないですか。眼球にこの人差し指をですね、グリグリーと眼球をちょっと押さえるような感じですね。
はい、でコンタクトされている方は気をつけてくださいね。で僕もコンタクトしてるんですけども、なるべく黒目を、ね、下に向けるようなイメージでやっていただけると、コンタクトがずれたりしないんでね。で、まあ、怖い方はねコンタクト外してやってみてください。はい、でこれも両手でもいいんですよ。はい、結構これ、ね、気持ちいいんですよ。眼球ゴリゴリするめちゃめちゃ気持ちいいんで、はい、これも20秒ぐらいこういう形で、ね、目頭からこういう感じで目尻の方に、目頭から目尻の方ですね、こんな感じでやってみてください。これやるとですね、もう目めちゃめちゃパッチリ開いてます。今でもう一つラストです。はい、でですね、この揺らしました、眼球こすりました、その次なんですけど、人差し指でこの目の下ですね、こうなぞってください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。はい、これ10回なぞってください。10回なぞるだけで結構なんで、これをですね3セットやってみてください。で3セットやるとですね、おそらくなんですけど3分ぐらいで終わるセルフケアだと思いますんで、ぜひね、目の下のたるみが気になる方、目の疲れが気になる方はですね、一度このセルフケアを試してみてください。はい、まあ、これでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕はですね、日本一失敗しないセルフケアということでお届けしているんですけども、そのコンセプトの中に3つ掲げております。1つ目はですね、誰にでもできるというところです。で2つ目が確実に効果が出るというところですね。で3つ目がですね、一番ポイントなんですけども、楽しんでやっていただくというところなんですね。1つ目2つ目はですね、当然のことなんですけども、3つ目がですね、非常に重要で、楽しんでやっていかないと続かないんですよね。人っていうのはですね、面白くないとか楽しくないとですね、続かないものなんですよ。これはもう勉強でも教育でも何でもそうだと思うんですよね。なので僕はですね、楽しんでいただけるための動画ということですね、心がけております。で、あと1つ目2つ目はですね、この炭酸生体スプレーですね、こちらの方がですね、セルフケアを簡単にしながらかつ効果が出やすいような方法でですね、お届けしているんですけども、このポイントはね、血液循環にあります。血液循環が良くなれば痛みが取れたり、しびれが取れたり、血液循環が良くなればシミが消えたり、シワが消えたり、たるみが消えたりということなんですね。まあ、そういうことをですね、日々配信しているんですけども、よかったらですね、皆さんもですね、このチャンネルを困っている方、知り合いの方にね、シェアしていただけたら非常にありがたいです。そしてですね、こちらのスプレーがですね、本当に毎日のようにコメントいただいて、たくさんの方に使っていただいております。本当にありがとうございます。これからもですね、どんどん僕のですね、この YouTube の動画配信もしていきたいと思いますので、気になる方はですね、概要欄に貼っておりますアンジー久しからの直接購入と Amazon、Yahoo、楽天、あと Q10 の方でもですね、購入販売ができますので、よかったらそちらの方からですね、お買い求めいただけたらと思います。またこれからもですね、なりたい自分になっていただけるための動画配信をですね、頑張っていきますので、どうか応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。